いつも女の子はお母さんがお仕事でいなかったので、おばあちゃんがお母さん代わりでした。いつも優しいおばあちゃんが、女の子が15歳の時、自転車を内緒で買ってくれました。でも女の子には欲しい自転車があったのです。なので女の子はおばあちゃんに怒ってしまいました。女の子は拗ねて、その後に行くはずの買い物も行かないとへそを曲げてしまいました。そんな女の子におばあちゃんは、ごめんよ、おばあちゃんが悪かった、一緒に買い物に行こうと何度も謝ってくれました。女の子は納得がいかないまま、しぶしぶ買い物に行きました。でもその後、女の子はおばあちゃんから買ってもらった自転車であちこちお出かけしました。でも女の子は29歳になった今でも心残りがありました。それは、おばあちゃんにごめんなさいが言えてないことです。遅くなったけど、あの時はごめんなさい。おばあちゃんが生きている間に言いたかったけど、今になってしまいました。わがままな孫でごめんね。自転車ありがとう。